ジョナサン・ピーコック、んべ、通称ジョニー・ピーコックは、イングランドの短距離走者である。ピーコックは、歌詞切断者であり、2012年ドンドンパラリンピックに、英国代表として出場し、T44 男子100メートル競争で、金メダルを獲得した。ピーコックの地元である、ケンブリッジシャーのドディントンにある金のポスト、金メダルを記念して設置された。 ピーコックは1993年5月28日にケンブリッジで生まれた。5歳の時に髄膜炎にかかって右足の細胞がエソで破壊され膝のすぐ下で切断することになった。ピーコックの足は湿下までの非常に短いものとなり切断箇所が痛んで義足をつけられないような時は母が学校に抱えて連れて行ったという。ピーコックは自分の切断した足を ソーセージの足と呼んでいる。ピーコックはサッカーをしたいと考えており、病院で医師に会う障害者スポーツについて問い合わせた時、パラリンピックスポーツタレント発掘イベントを紹介され、ここでトレーニングに参加した。ピーコックが初めて国際競技に参加したのは2012年5月にマンチェスターで行われたパラリンピックワールドカップであった。2012年6月、ピーコックは アメリカ合衆国で開かれたパラリンピックトラックフィールド選考会で施設団社短距離部門において100メートル走の世界新記録を樹立したが、この時の記録はそれまで記録保持者であったマーロン・シャーリーのタイムを0.06秒、短縮した10.85秒というものであった。この記録は2013年7月、リオンのローヌ競技場で行われた2013年 IPC。 陸上競技世界選手権大会にてアメリカのアスリートであるリチャード・ブラウンに破られた。ブラウンは T4400m 走の準決勝で10.83秒というタイムを記録した。2012年夏のロンドンパラリンピックではピーコックは T4400m 走の決勝で10.90秒を記録しオスカー・ピストリウスらを破って金メダルを獲得した。この記録により パラリンピックの T44100 メートル走で11秒を切るタイムを出した初めての走者となった。この勝利のおかげで、ピーコックのコーチである、ダン・パフは、オリンピックとパラリンピックの両方で100メートルの金メダル獲得走者をコーチした唯一の男性コーチとなった。パフは、カナダの選手ドロバン・ベイリーのコーチであったが、ベイリーは1996年の夏に実施された。 アトランタオリンピックの金メダリストである。ピーコックは2015年の IPC 陸上競技世界選手権大会は切断した足の痛みのために出場辞退し、この痛みは夏中続いた。ピーコックは2016年夏のリオデジャネイロパラリンピックに出場し、T4400 メートルレースで10.81秒の記録で金メダルを獲得してチャンピオンの座を守った。 ビーコックは2013年の新年の叙勲で、スポーツ分野での活躍を理由に、大英帝国勲章ウンベに助任された。英国のゲーム系ライフスタイル雑誌である、アティテュード2013年1月号のカバーのモデルを、務めた。アティテュード誌の取材に答えて、競技の話題にとどまらず、ガールフレンドや、ファッションなどについて語り、障害者の権利のために戦う決意も述べている。 ありがとうございます。